おはようございます。小西弘之です。コニタンの朝刊読み、今日の新聞はこれ、産経新聞10月2日。やはり一面がこれでしたね。これドーン、ねえ、すごいよね。全株式システム障害、言いにくいね、システム障害、今日は取引再開だってね。えもう絶対あってはいけないことだね。以前もあったんだってね、書いてましたね。昨日もなんかコメントにいただきました。以前もあったみたいですよっていうことで、はい、ね、世界的にも異例のことですよ。だってニューヨークタイムズでもジャーン出たんですよ。本当にどうね、国際金融都市信用に傷。本当だよね。もう以前も来たから今度こそちゃんとバックアップって言ったのにバックアップできなかったんね。はあ、東証デジタルリスク露店ね、え、同じシステムを使ってる、全部ダメだったんだね。バックアップ動かず、いやいやいや、国慶節、中国ですね、国慶節大型連休始まる。すごいよ、もう桁が違うね、桁が違う。国の、まあ日本、中国の国の最大のお祭りですよね、国慶節、8日間の大型連休、国内旅行の人、人数、ほら6億人が動くんだよそんなに日本いないもん。そして GoTo 東京スタート、いいとポイントつくぞ。食事券は後日実施。なんか始まっていくね。10月始まっていくぞ。景気感コロナ禍歯止め、そうかな、歯止めになってるのかな。はい、国内内外驚き、加藤長官大変遺憾、大変遺憾、なんか大変遺憾。もうちょっとさ、加藤さん俺好きなんですよね、あの喋り方が。だから大変いかん、すごいダメだよねとか言ってほしいよね、なんかね、なんか、うん、喋る言葉大変いかん、単語並べてるだけのような気がするんですけどね。何やってんだぐらいのことあっていいんじゃないですか。はい、日独対中国で、日本とドイツが、中国でドイツも同じような意見なんですって。はい、慰安婦像の撤去も要請、外相がねヨーロッパに行ってるんですよ今ね。うん、ドイツ側の要請で急遽決まった。うーん、日独対中国で、はあ、ほら、じゃその下にちょっと僕ちょっとこの記事がね、これわかる、日本学術、日本学術会議6人見送り、いわゆる日本の中で、まあ分かりやすく言うと大学とかでいろんな研究されてる方、ものすごい研究されてる方を105人推薦してくるんですが、まあ任命権は首相にあるんですよ。首相がいいよ全員 OK ってずーっとやってきたんだけど、今回初めて6人だけダメって言ったんですね6人だけダメって言ったんですね。まあこんな言い方しませんよ、これは困る、これは困るっていうことなんでしょう。その6人がどういう人だったかっていうと、以前の政権でちょっと反対の言葉を述べたんですって。それはダメだとかね、ちょっとそれはよろしくないんじゃないかっていう反対の意見を述べたから、政府に反対するんなら学術会議に入れませんよという。で、学術会議ができてから平成16年以降、推薦候補が任命されたかなかったのは初めて。まあ、法律学者とかいろんな学者がね来るんだけども、6人見送り、前政権で反対したから。分かりやすいね、それはいいか悪いか抜くにして分かりやすいのがいいよね。嫌なんでしょう、嫌ならいいじゃない。
首相なんだから、ね、自民と府連首相賛否ねじれ、はあ、はあ、なるほど、大阪都構想か、大阪都構想、首相は理解クエスチョン、あ、もう分かりやすい絵が描いてます、これほら、大阪都構想、首相は理解クエスチョン、二階さん、大阪府連反対、ねえ、国民民主党連帯連携してくれる、立憲民主党共産党反対、公明党賛成、割れるね。まあゆっくり見てましょうよ、どうなるかね。河野さん押し戻している、何を押し戻されたか、手続きのハンコ、ハンコやめようって言ってたのね、ハンコでも廃止できる35件、おー、印鑑の廃止または廃止の方向とは言えないんだって、ね、前府庁に行政手続きの際の印鑑使用を原則廃止できないかって言ったんだけども、8件必要な手続き800件のうちできませんって言ったのが35件ありました。なんでなんだろうね、800件で35件、765件は OK って言ったのにダメなんだってよ。しょうがないよね。まあこの辺は一生懸命言ってください。なんかね、パッと開いてごめんね、なんか気持ちよくなるよね、これ、リポビタンデーって一面すごい錠剤になって新登場だって、ドリンクじゃない、粒なんだね。まあドリンク系でちょっと飲みにくいって人もいますからね、粒も嫌ってる人は、リポビタンぐーっとじゃないんだね、粒、通販限定、いろんなこと考えてるね、元気になるのかな、カフェインゼロだって、こういう広告見るとついついこうみんな行くでしょ、目がうおっていうね。ああ、これ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 、昨日見た見た、すごかったな、昨日だよな。すごい池江さん、また一歩前進、すごいね、4位だよ、日大の2年、すごいね。はい、日本学生選手権インカレ初出場、そうだもん、だって大学生になった途端に白血病になりましたからね。で予選で8位通過、7位通過だっけな、でなんと4位入賞ですよ、終わってほっとしたって、すごいな、全体の6位だ、6位で通過して、で決勝で4位、すごい、この優勝した今井さん親友なんだって、東洋大学、この実は優勝した今井さんが一生懸命頑張れ頑張れってね言ってくれたんだって、決勝に向けた練習を終えて笑顔、ちょっとねやっぱりこう肩の筋肉とか落ちてますもんね、一時こんなんから比べれば落ちてるけども、すごいね、上出来、これだけは変えてほしい、治療を支えただよね、治療を支えただよ、闘病だってさ、病気とは戦えないんだって、こう書くとかっこいいのは分かる、闘病を乗り越えてって分かるんだけど、本人的にはそうかもしれないけど、白血病まだなった人が白血病って言われたら、うわー戦わないといけないのか、だったら僕の言ってることができない、チキシュー悔しい死にたくないチキシューって泣けないんだよ、ね、だからこういうことちょこちょこ変えていっていただきたいなと思います。素晴らしい天気です、素晴らしい天気です。金土日、ね、お休みになりますんで、楽しい週末を過ごしてくださいね。いやいや明日もまた読みますけどね、こんだけ天気いいんだもん、ちょっと散歩してマスク、普段マスクしてますからね、心を上げてくださいね。はい、明日もまたお会いしましょう。小西隆之でした。じゃあ。